テルファークレーンかつて、清水港駅で使われていたもので、国の登録有形文化財に登録されたテルファーは、クレーンの一種である。レール上ホイストが移動することから、モノレールホイストとも呼ばれる。高所に設置された合計口を横行張りとして、ホイストが移動する。ホイストは、2の巻き上げ巻き下げと横行張りに沿った横行のみを行う。運転操作は、床上で行う。 愛傾向を曲線やループ状にしている場合もある。工場内や倉庫内などで小規模な材料、製品の運搬に用いられる。日本で独自に発展したテルハとして、鉄道駅に設置される古戦テルハがある。かつて郵便物や鉄道小荷物の輸送が旺盛であった頃、こうした郵便荷物類を他のホームへ運ぶのは手間がかかり危険でもあったため、 線路と直角な方向に桁を渡して荷物を搭載した台車を吊り上げて輸送するテルハが主要駅に設置された。降雪地では風雪の影響を受けにくいように走行路が密閉された構造のものが多く採用された。化区間の駅では一万一の荷物の落下で河川が損傷することを防ぐためにケージの中に台車を収容して走るクラブトロリ式が 多く採用されていた。1986年11月1日、国鉄ダイヤ改正により、鉄道荷物輸送が全廃され、古戦テル派は、ほとんどが撤去された。ありがとうございます。